ホームランっていうような感覚で打てた感じが全然飛ばないってなってくると、うん、ちょっと感覚的にも変わってくると思うし、はい、なんでだって思ってたんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。ここはすくい上げた打球は大きいぞ。ライトがゆっくり後退する。ライトのポール際の切れたか、あ、切れました。ファウルであります。ギリギリいっぱいのところでありました。ワンアウト満塁です。ライトの右を襲った打球はまた切れました。ライトの右を襲った打球でありましたが切れています。いいですね、気持ちが出てますね、大松。出てますよね。あわやというそんな一撃に見えました。わ、これでファール何球続けましたかね。6つ続けてます、バッターの大松。したがって次の投球が、12球目になります。ワンアウト満塁、ロッテの攻撃。この回清田満塁タイムリー、続けるか6番の大松。センターの前に白球が弾みました。三塁ランナーに続いてセカンドランナーもホームイン。大松にも満塁タイムリーが生まれました。2点追加、7対1です。大松にも満塁タイムリーです。ナイスバッティングですね。ですよね、強振せずにね、はい、もうストライクゾーンを弾き返しました。今のも難しい球ですけどもね、はい、うまく打ちましたね。これ外の低め見送ればボールっていうね、まあ、ところなんですが、際どいところですよね。ね、よくぞねバッテに乗せるように打ちましたが、センター前に弾き返しました。いや、これで監督も選択肢がね非常に難しくなりますよね。嬉しい悩みですね。そうなんですよ。